よっしゃ、じゃあワンデーキャプテン行きましょう。チカ、おい、やっと来たと。知らんかしてお前。さぞ英語と変えてんだやろな。さぞハードル上げてくる。ハードル上げてくる。おはようございます。おはようございます。選手会長の近本です。僕は、毎日を大切にということで、大学の頃、コーチに言われた言葉で、今やらないといけないことは、今日やっておきましょうということで、今日も渋滞があったように、これから起こることは何が起こるか分かりません。自分がレギュラーとか、試合に出れるだろうと思っている人もどうなるか分かりません。レギュラーは近本っていう言葉も僕は信じてません。今日の一日を、意義のある一日に、していきましょう。で、後ろは、矢野さん、監督辞めるってよ。いいんですけど、短いプロ野球人生で、悔いのないように、しっかり考えて練習してください。自分の核となるもの、信じるものを持ってください。責任は全て自分です。矢野さんは今年で辞めます。で、来年また新しい人が来て、新しいチームになります。でも僕たちがやることは、一緒です。上手くなるためにしっかり考えて練習することです。最終的にプレーするのは選手です。そして一人です。でも、コーチの人は、選手のサポートをしてくれます。だからこのキャンプで、自分でしっかり考えて何かを掴んで、シーズンを迎えましょう。お願いします。うまく喋れるか分かんないんですけど、僕が大切にしていることは剣道将来です。この意味は、一度失敗したものが再び勢いを増して、もう一度攻めに行くということです。長いシーズン打たれた、抑えられた、ミスをした、そういうことは多くあると思いますが、仕方ないで済ますのではなく、もう一回やり返すっていう気持ちを持って、次戦うことが、大事になってくると思います。その場で済まさず、そういう気持ちを持った、選手が多ければ多いほどいい結果につながってくると僕は思ってます。その結果が、優勝につながると思うんで、今シーズン仕方ないで済ますのではなく、やり返す気持ちを、次はやり返す気持ちを持って、戦ってみてください。そして、レインメーカー、金の雨を降らす男、知ってる人いますか？なぜこのことを選んだかというと、昔から岡田和親に僕が似てると言われてるからです。で、その岡田和親っていうと、新日本プロレスの世界ヘビー級王者で、今めちゃくちゃ、勢いがあるスーパースターです。で、新日本プロレス、今日喋るにあたって新日本プロレスを調べてみると、スター選手がめちゃくちゃ多かったです。そのスター選手を見てると、まるで阪神タイガースと同じようなスター選手だらけの組織だったので、今回あやかることにしました。みんなで金の雨っていうのは本当にこの金の雨です。なんで、みんなで自分たち、関西、日本に金の雨を降らせましょう。おYouTube どうですか？ YouTube どうですか？ YouTube 撮ってないですか？撮ってます。はい、
新日本プロレスの皆さん、僕たちと一緒に日本に金の網を振らせましょう。よろしくお願いします。